は星野愛と申します。何をやっているかといったら、写真家とあと、デザイナーと書道家もやってるような感じでもしゃもしゃします。すいません、今日ちょっとマスクしているのはちょっと自分怠惰なもので、こう何か用事がないと化粧をしていないことというのが非常に多かったりして、今日ちょっとファンデーションをねこうしていないという、切ない事態になっているので、さすがにそんな状態をお見せすることは見苦しいなと思ってマスクの方させていただいております。すいません。はい、今回の写真展のタイトルとか、はい、はい、今回の写真展はコーカサスのトリコっていうタイトルなんですけれども、昔旧ソ連に属していた、3カ国のコーカサス3カ国っていうのがあって、アルメニアとこちらなんですけど、アルメニアとアゼルバイジャンと、グルジア、今ジョージアって言われてる国の3カ国で、そこに付随する未承認国家って国際的に認められてない国と、あと自治共和国の写真をこう撮って、写真展としてこうまとめて展示してあるような感じです。秘話とか撮影秘話とか撮影秘話は、まあ、コーカサス3カ国自体が日本人だとあんまり馴染みがない国だと思うので、見る人はすごくなんだこれって見たことないなっていう写真が多かったりするとは思うんですけれども、自分はそのコーカサスなんで行ったかっていうと、一番最初にアニ遺跡っていうところが世界遺産であって、そこがどうやらアルメニア王国のものだったらしいということなので、じゃあアルメニアに行けばアニ遺跡行けるんだなって思って、まず航空券だけバーって取っちゃったんですね。そしてこう調べたら、実はアニ遺跡は、そのアルメニア王国にあったけど現在トルコ領にあるっていうことを知って、でもトルコって隣の国だから、まあ、すぐ行けるよねって思ったら、アルメニアとトルコってすごい仲が悪くって、国境が断絶していると、そこまで行くにはグルジアを経由していかないといけないっていうことが分かって、わあどうしよう、じゃあグルジア経由してちょっと行こうかなと思って、こうアルメニア最初行って回って、その未承認国家のナゴルノカラバフってところに行って、それでグルジアを経由してトルコに入るっていう旅をしたのをきっかけに、このコーカサスの3カ国にハマっていって、1年間ずっと写真を撮っておりました。何回ぐらいやったんですか？全部で3回、コーカサス3カ国自体はまあ3回ですね。でも他の細かく見ていくと、グルジアは全部で3回行って、アルメニアも3回で、アゼルバイジャンは1回っていう感じですね、内訳は。なんか、はい、特に印象にはい、印象残ったことあると思うんですけど、それぞれ何かあれば、はい、はい、ああ、そこは自分もその未承認国家にはまったきっかけの場所だったんですけれども、ナゴルノカラバフの、に残ってるモスクで、そのナゴルノカラバフって実はアゼルバイジャンの領土なんですけど、アルメニアが実効支配に置いていて、ナゴルノカラバフはここはアルメニアの領土っていうか、そのものだみたいな感じで主張をしているんですよね、アゼルバイジャンの領土なのに。でも未承認国家としてこう国際的に国として認められていないので、まあ今も何だろう、停戦状態でこうずっと時々こう散発的にこの紛争みたい、紛争まではいかないけど、なんて言うんだったかな、あれ、ごめんなさいね、忘れちゃった言葉を、この時々こうトラブルがあるんですよね、両軍の間で。そのアルメニア軍とアゼルバイジャン軍ってこうナゴルノカラバフをこう巡った争いがあるんですけれども、
そういったトラブルがありつつも今も国であるという感じですね。はい、そこに行ってこの雪景色、ダイヤモンドダストがキラキラキラって舞ってて、空は晴れてるのにこう雪だけが舞ってて、こうとても美しい幻想的な景色にすごい心を奪われてしまったような、そんなんですね。結構、はい、なんか人がいない景色がものすごく多いんですけども、はい、なんか廃墟っていうか、なんかそれはなぜですか？いや、もう自分の趣味なんですけど、もう廃墟を被写体としてもう結構長く撮っていて、やっぱもともとその写真始めたきっかけも廃墟を撮るのが初めてで、廃墟きっかけに撮り出したというところがあるので、どうしてもこう廃墟ばかりに目がいってしまうというのはあるかもしれません。この人がいないのに人の気配みたいなのを感じるのがやっぱ自分すごく好きなので、どうしても廃墟を追っかけて人の気配を追いかけてるみたいなところがあります。こう多分そんな例えば日本だったらなんか廃墟探しにこう歩いたりとかして見つけられると思うんですけど、はい、ほとんど行ったことないところで廃墟を探すってどういうプロセスで探すんですか？はい、インターネットにある程度情報あるところはそのネットで見つけて、大体場所も見つけて行ったりするんですけど、どうしても見つからなかった場所は、まあ、とりあえずその近くまで行って、あとは現地調査しようみたいな感じで足で探したりしてます。交通機関とかどう、その未承認国家って入るときってビザとかそういうのって大丈夫なんですか？はい、ビザは現地に着いてから現地の外務省に行って取りに行くという形取ってますね。なんかこういろいろ言ってますけど、はい、印象に残るエピソードとか、はい、あれば。いやいろいろあると思うんですけど、未承認国家行った時のエピソードで、そうですね、一番最初に行ったナゴルノカラバフで、この入る時にこのアルメニアの首都のエレバンからマルシルートカっていう乗り合いバスに乗って入ったんですけれども、もう着いた時にもう雪がすごかったので、冬に行ってもう雪のトラブルで到着時間が3時間以上遅れちゃって、着いたら客引き、ホテルの客引きいっぱいいるよって聞いてたんですけど全然いなくって、もう真っ暗で夜になっちゃって、うわこれどうしようって思ったら、一緒に乗り合わせていたなんか男の人がホテル探してあげるって言って一緒探してくれて、なぜかその人が次の日案内してあげるよって言ってくれたので、でその人に街とかあと外務省を連れてってもらったりとか、全部お世話になったっていうエピソードが実はあったりします。なんかやっぱ共産圏が多いと思うんですけど、はい、なんかカルチャーっていうかそういうのに違いとかってありますか？あ、だいぶあると思います。もう日本に見ない建築様式の建物があったり、あとは人がよくロシア人とかなんかソ連の人ってなんか表情に乏しいとか冷たいとか言われてたり、日本だと言われてたりするんですけど、実はそんなことなかったりして、こう慣れ親しんで心開いた相手に対してはものすごいフレンドリーにどこまでも優しく接するし、あと割とその旅人にも優しいですね。こんなに優しくしてくれるんだってカルチャーショックを受けて、むしろ日本の人たちよりもこう優しくしていただいた、でいろんなトラブルに巻き込まれた時とか、なんかこう助けてくれたりしたので、なんかやっぱり会って接して喋ってみないと分かんないことってたくさんあるんだなってそこで思いました。有限廃墟有限廃墟読めなくてごめんなさい、はい、いいえ、こういろいろ載ってますけど、はい、この中の、はい、要はうん、この中にその、はい、今回の展示の作品が入ってるんですよね。はい、一部入ってます。これは廃墟をまとめた本なので、うん、今回その展示で行ったところと、うん、あと他の国々、ルーマニアとかモルドバとか、
ウクライナ、あと東アジアの国々も入っていたりして、あと人の写真ももちろんこれ廃墟の本なので入ってないです。なんか印象に、はい、その表紙の写真なんですけど、はい、まあ、今回の展示で飾ってあるんですけど、あ、はい、あれです。これ何ですか？これは何だと思いますか？何ですかこれ？これはですね、実は噴水の廃墟なんですけれども、もともとそこにあった大学の敷地内にあったもので、でも大きな地震があった時に周りの建物は全部壊れて、この噴水だけが残ってしまったっていう。人はそこの辺りにはもう住んでないと思いますか？ホームレスが周りに住んでます。人がこうまともな人っていうか、ちゃんときちんとした綺麗な家を建てて住んでる人はいないけど、もうホームレスの人が掘ったて小屋みたいなのを建てて勝手に住んでるっていうだけですね、この周りは。なんか愛ちゃんは、はい、あのチェルノブイリ撮ったりとか、はい、福島で撮ったりとか、なんか割とこうぱっと見こう社会的メッセージがあるような感じでやってますけど、はい、なんかあるんですか？まあ、社会的メッセージみたいなのは自分としては実はそんなに込めてないというか、うんうん、なんだろうな、スタンスとしては多分そこまで何かに偏ってる思想とかではなくって、ノンポリシーだと思うんですね、うんうん、まあ、もちろん原発なんかは自分の地元が福島だったりするので、あるよりはない方がいいんだろうなってはすごい思いはするんですけれども、でもないにしてもその代わりになるような策って自分では考えられないし、うん、そうなってくるとこうただただにこの現実を取り収めて伝えたり展示したりすることしかできないと思うんですけど、一番は自分の好奇心が突き動いたところに行っているっていうところが大きいと思います。なんかこのただの廃墟マニアがそういうのを撮らせてるっていう感じが、はい、すごく面白いと思ってなんかそういう目線で見て他の国と、はいろいろ撮ってるじゃない、いろんな国、はい、なんかここには韓国とか、はい、台湾とかいろいろあるんだけど、はい、なんかそれなんか他の国で面白いエピソードとかあれば。韓国は、うん、とても平和でしたね。あのそこも一人で旅行に行ったんですけれども、ソウル の、その廃墟の本にも載せてる廃墟の遊園地と、あと実はスラム街巡りとかその時やってて、クーロンって呼ばれてる地域 の、 あのカンナムスタイルって昔すごい流行ったじゃないですか。あのカンナムっていう韓国の最先端のファッションの発信してる地域みたいな街があって、そこから800メートルしか離れてないところにそのスラム街クーロン村っていうところがあるんですね。そこに行ってこう写真を撮ってて、やっぱり日本人だからそんなスラム街ボロボロのところでこう写真撮ってたら、お前何なんだって絶対住人に見つかったら怒られるかなって思ってて、見つかんないように撮ろうって思ってこう歩いてたら、普通に教会の扉がガチャッと開いて、しょっぱなから住人の方に遭遇してしまって、うわーどうしようって思ったんですけど、でも普通に、うん、大丈夫でしたね。何人？アメリカ人？って聞かれて、いやーって、うわーこれどうしようって思ったけど、日本人ですって言ったら、ああそうみたいな感じですぐにどっか行っちゃったので、あ、意外と大丈夫なんだなって。韓国の人反日感情とかどうなんだろうなってその当時はすごい不安に思ってたんですけど、行ってみたら全然自分が出会った人はそんなことなくって、他にもあの地下鉄に乗った時に切符がちょっとよくわかんないことになってしまって、こう外に出られなくなった、わあどうしようって思ったら、女の子がどうしたのって、これ切符出られないんだけどって言ったら、ああ貸してって駅員の人にこう交渉してくれて、そう、駅員がいなくって音声で喋るところしかなくって、それで駅員さん英語ができなかったので困ってたら、その現地の女の子が助けてくれたっていうエピソードもあったので、やっぱりその現地に行ってみないとそういった温度感って分かんないものだなっていう、そういうエピソードが結構あるかなと思います。日本のやつも面白いね、これね。ああ、はい、はい、じゃあはい、ちょっとあのマニキュアバリバリで剥がれまくってるんで申し訳ないんですけれども、はい、はい、これどこですか？
ですね、こちらはもう実はなくなっちゃったところなんですけど、前に近畿の方のセメント工場の廃墟があって、そこにセメント工場のとある壁にこの壁画があったんですね。最初はこんな古びたこんな壁、現地のその現地じゃない当時のものなのかってちょっとざわざわして、周りの友達とかとすごい盛り上がったんですけど、実はこれは映画のセットだったっていうのが後ほど分かって、マジかってすごいショック受けて、いやそれはそれで面白い。いやでもかっこいいから、見た目がかっこいいので本に載せたいって言って編集長は、あこの本や一緒に作ってくれた編集さんが、ワンダージャパンって本のいろんな変な場所とか廃墟とか大仏なんかをこういろいろ載せてた、サブカル系の人たちの間では伝説の本みたいになってるんですけれども、その編集長だった方が編集さんでついてくれて作ってくれて、その編集長がみたいな顔したけど、いや絶対載せたいって言って、もうわがまま通してちょっと載せていただきました。あと、はい、あ、ユダヤ教の墓地ですか？あ、そう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 、モルドバです。もうちょっと後ろです。あそこもモルドバの首都のキシナウっていうところに、もうほんと郊外なんですけどあって、モルドバの中心地から歩くと1時間半ぐらいはかかりますね。あ、これだ。はい、もう訪れる人たまにんですけど、たまに訪れる人がいたり、一部はこう使ってるけど、もうほとんどが遺棄されてる状態で、1800年代のお墓もすごくたくさんあって、やっぱりこのホロコーストの歴史があったりするから、一族みんなお亡くなりになってしまって、管理する方もいなくって、もうアレルに任せてる状態になってるのかなっていう。いや、ここはすごかったです。映画に出てきそうな場所だなって。これはチェルノブイリです。あ、チェルノブイリか。はい、チェルノブイリって言ってもすごく広くって、事故のあった原発から半径30キロ圏内の、立ち入り禁止の区域のところ、ゾーンを全部チェルノブイリって言っている感じです。これは？あ、これは冷却塔です。冷却塔って何するところですか？はい、冷却塔は、原発ってこの原子力発電するとすごい発熱するので、それをなんだ、あんまり構造詳しくはないんですけれども、その原発で発電することによって使うお水がすごい熱くなるので、それをこう冷たく冷やしてあげるためのものですね。原発を冷やすための装置ですね。なんかチェルノブイリでは何回行ったんでしたっけ？チェルノブイリは2回行きました。ほぼ、でもなんか人も住んでいるという噂は聞きましたか？あ、はい。実は住んでいて、それは有限廃墟の前に出したチェルノブイリ福島っていう本があって、こちら八角文化会館さんっていう出版社から出していただいた本なんですけれども、現在もこう住んでいる人たち、このサマショールって呼ばれてる、もうほとんどみんなおじいちゃんおばあちゃんで高齢化しちゃってるんですけれども、こんな感じで。はい、避難し、原発事故の後に避難はしたけど、やっぱり戻りたいって、元の場所で暮らしたいって戻ってきた人たちがそのまま住み着いて、もう国も半ば容認している形で、もうずっと住んでる方ですね。戻ってきた当時ももう50代とかだったので、もうチェルノブイリの事故って1986年にあったので、もう30年以上経ってしまってて、なので住人のサマショールの人たちも80代、90代行ってないか、80代ぐらいかな、ご高齢の方がものすごく多いので、どんどんいなくなっているっていう現実がありますね。共産圏とかって何が
共産権っていうのは面白いですかって言って、はい、わガスマスクすごいすいません、お水一回飲んでいいですか、はい、どうも、あとで忘れてください。共産権は、うん、そのもともとは、うん、あのロシアアバンギャルドの、うん、あの構成主義のロトチェンコとかのデザインがすごく好きで、まずそういうところからソ連の文化に自分は触れたという経緯があります。そこからはもうあれですね、やっぱりチェルノブイリ行ったの皮切りにこの共産権の面白さっていうのに目覚めて、そこからこういろいろ共産権回るようになりました。特に魅力は、いや日本にない景色がそこにあるっていうのもそうですし、いくつか理由っていうのはありますけれども、うん、独特のこう暗い雰囲気って言ったら怒られるかもしれないけど、うんうん、やっぱそのダークツーリズムって書いてある。あ、そうですね、チェルノブイリとかその負の遺産と呼ばれているものを巡ること、ダークツーリズムって言って海外の方で特に流行ってるみたいなんですけど、日本だとあれですね、あの軍艦島とか行ったりするのダークツーリズムの一環だったりします。あとあの有名どころだとあの人じゃない、原発ドーム、原爆ドーム、原発じゃない、もういろいろ混ざってる、やばい、うん、これ飯舘村見た。あ、見ましたか。見た。おお。飯舘村は普通に行けますからね。ね、普通にね、通れるね。住んでた住人の方たちの飼っていたワンちゃんをこう保護して飯舘村で世話するボランティアの方たちがいるんですけれども、飯舘も。あれですよね、今どうなってるんだろうな、自分最後に行ったのが飯舘村は2015年とかが最後なので、意外と自分の地元の福島市から1時間半ぐらいで行けるんですけれども、近いと帰ってなんか行かなくなってしまうかもしれないですね。行きたいんですけどね。なんかここに、はい、チェルノブイリ震災から2年後にチェルノブイリ行ったって書いてあるんですけど、あ、はい、そうです、一番最初に行ったのは2013年の11月かな、に行ったのが最初です。なんか、はい、最初は廃墟自体を取ることも躊躇する時期もあったと書いてあるんですけど、その辺の心境はどんな感じですか？そうですね、やっぱり最初の頃はそのチェルノブイリって廃墟の王様だみたいなところがあって、その世界最大規模の廃墟がそこにあるっていう風にしか思ってなかったんですね。それが原発の事故で、自分の地元って言っても原発ってかなり福島市からは離れてても60キロぐらいですね、離れてるのであれですけど、自分の故郷ももしかしたらチェルノブイリのようになるのかもしれないっていうところで、すごい当時の事故怖くて、そういったものもあって物見遊山でこうチェルノブイリに行っていいのかなって、自分もそんな物見遊山みたいな気持ちでちょっと福島行く人いたら、まあ今はよっぽど気持ち落ち着いてますけど、当時はもう絶対嫌だって思ってたので、そこでちょっと葛藤や悩みやらを思ってこうグツ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 煮詰まっていたんですけど、ようやく2013年になって行こうって決心がついて、そこで行って、そうですね、行ってから自分の気持ちをきちんと消化することができたっていうところがあります。なんか、はい、今回の展示ちょっと、はい、はい、今回の展示のコーカサスの虜は、うん、なんと日本全国をこう巡回します。銀座と札幌と大阪と名古屋って回るんですけど、一番最初が銀座がスタートです。11月の2日木曜日から11月の8日の水曜日までやります。で次が札幌で、これは11月24日金曜日から12月の5日の火曜日まで、でその次が大阪で12月の14日
日木曜日から12月20日の水曜日までやって、最後の名古屋は年をまたいで2018年になってますね。1月5日の金曜日から1月の17日の水曜日までやる感じです。ただしキャノンギャラリーさん、無慈悲なことに日曜日と祝日やってないんですよね。それがすごい切ないです。なので訪れる際は気をつけて、はい、いらしてください。本田先生は、はい、よいしょ、本の宣伝ちょっとします。こちらが去年の2016年に出しました八角文化会館さんから出ているチェルノブイリ福島という本で、まあタイトルまんまなんですけれども、チェルノブイリと福島の廃墟になった町やそこに住んでる人たちの写真などを一冊にまとめた本になっております。一般書店は多分あんま置いてないと思うんですけれども、 Amazon か八角文化会館のショップの方でご購入いただければと思います。はい、とあとこちらが幽玄廃墟が今年出ました2冊目の写真集になります。未承認国家から東アジアまで、まあ、ちょっとあんまり日本の方が行かないマニアックな国に偏っちゃってるかもしれないんですけれども、そういった国々の廃墟を一冊にまとめた本となっております。好きな方はぜひよろしくお願いします。じゃあ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや、すいません、もう喋りがあまり上手じゃないので。